日田地区商工会女性部では天ヶ瀬町のキャッチフレーズ花と温泉と祈りの町にふさわしい景観を作ろうと毎年2回花の苗を植えています。今日女性部のメンバーなどおよそ40人が参加し JR 天ヶ瀬駅や振興局など9カ所でパンジーやツツジなどおよそ1200株を植えていきました。振興局によりますと新型コロナや3年前の7月豪雨の影響で天ヶ瀬温泉街では一時宿泊者数が減少しましたが日田市内ではコロナ禍前の2019年の9割近くまで回復しているということです。お花が好きですからこういうことは好きですから嬉しいです。観光客が来てまたわあ綺麗だねって言って見てもらえたらいいですね。癒されるなって思ってくれると嬉しいですね。天ヶ瀬支部のメンバーが植えた花は来月いっぱい楽しめるということです。